お世話になってます。ハッピーグロー店長です。今日はですね、リクガメたちを自宅の庭に連れてきて日光浴をさせています。奥からね、来たのがケヅメリクガメです。で、手前で今食べてるのがアルダブラゾウガメですね。今食べてるのがシロツメクサです。皆さんよくクローバーって言いますね。で、今ですね、日光浴してるわけですけど、なんで日光浴するのかって言いますと、ですね、今リクガメこうね、ご飯を食べてもですね、日光浴をしないとカルシウムやビタミン D をですね、体に吸収することができないそうなんですね。だからね、日光浴ってとっても大事なことなんです。またですね、紫外線によって殺菌ですね、あとは皮膚病の予防なんかにもなると言われているんですね。今ね、こう美味しそうに食べてるクローバーなんですけど、実はね、カタバミといってね、とってもね、クローバーとよく似たね、食べてはいけない草もあるんでね、これは気をつけていきたいですね。じゃあ間違えないようにですね、カタバミとクローバーちょっとね、見比べてみようかなと思います。こちらが食べてはいけないカタバミです。葉っぱがハートの形をしています。こちらがシロツメクサです。葉っぱが丸いですね。ではね、なんでカタバミをたくさん食べちゃいけないかというとですね、カタバミにはシュウ酸というものが多く含まれているんですね。このシュウ酸というものを大量に摂取してしまうと、カルシウムの吸収を阻害したりですね、内臓に負担がかかったり、尿路結石になると言われているんです。ですのでね、あまり食べないようにね、気をつけてね、見ていきたいですね。まあ、かといってね、まあ、ちょっと食べたからってね、すぐ何かね、あるっていうわけでもないので、うちでももうちょっとぐらいはね、食べちゃってます。ほうれん草にもね、このシュウ酸というものが多く含まれているようなのでね、ほうれん草はね、与えない方がいいですね。野菜でね、揚げていいのは小松菜、チンゲン菜、モロヘイヤなどですね。野草でね、揚げてね、いいものはね、やっぱりね、先ほどのね、シロツメクサ、クワの葉、あとクズ、オオバコ、タンポポの葉っぱとね、ヤブガラシとかね、そこら辺ね、結構いいって言われてますね。今だとね、菜の花なんかすごくいいんじゃないかなと思います。食べ物はね、ここぐらいにしてね、次はね、大事なね、温浴ですね。温浴の話をちょっとしようかなと思います。こちらがね、温浴をしている様子ですね。ぬるま湯をね、体の半分ぐらい浸かるようにしてあげます。温浴はね、なんでするかというとね、温浴をすることでね、まずね、脱水ね、これね、一番防げるんじゃないかな。でね、結構多いのはね、温浴をすることによってね、排泄をしてくれる子がね、多くいますね。やっぱりね、糞が詰まってね、食欲が落ちてね、元気がなくなるっていう子がね、結構いるんで、温浴をしてね、ちゃんとね、出すもんは出して、で、またちゃんとご飯を食べてってね、健康ね、維持していきたいね。他にもね、温浴をすることによって皮膚についた汚れやですね、雑菌をね、落としてね、皮膚病のね、予防にもなるんでね、しっかりこう洗っていきたいですね。ではね、ビビちゃん、お腹もいっぱいになって、お風呂も入ってすっきりしたね、顔してますね。ということでね、日光浴、お食事、温浴、この3つのね、お話でした。この動画がね、良かったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。